私は5人家族の長女。3つ年上の兄と2つ年下の弟がいる。これは、私が大学生、弟が高校生の時の話だ。当時実家を出て一人暮らしをしていた兄が結婚すると母から知らされた。次の日曜日、兄の結婚相手が実家に訪れた。兄と彼女はマッチングアプリで知り合った。兄の結婚相手となる女性は、とても繊細で、何万人に一人いるかのような儚げな美人だった。その時兄は、私に、お前みたいに、がさつで、男っぽいとこなんて微塵もない。俺にとっちゃパーフェクトな存在だと言ってきた。私は、しれっと、妹のことを下げるな。と思ったが、よく考えてみると、子供の頃の私と、弟は、外で元気にはしゃぎ回るタイプなのに対して、兄は、おとなしいタイプで正反対だった。兄は、そんな低迷に翻弄されつつ育ってきたので、女性には、繊細さとおしとやかさを要求するようになった。まあ、こんな私みたいなタイプに比べたら、彼女の方が、兄の嫁にふさわしいのは致し方ない。彼女も、兄の優しさと美貌に惚れてお付き合いを決めたという。母は彼女の両親に伝えようとしたが、彼女の両親は結婚に反対しており、勝手にしろと言われて追い出されたらしい。そのため結婚式は挙げず、そのまま席を入れるだけになった。そんな兄と兄嫁になった彼女との結婚生活は順風満帆に行く。と思っていた。次の年の正月、兄夫婦が実家に戻ってきた。兄嫁にとっては、初めての実家でのお正月。テーブルには、母特製のおせちが用意された。兄は兄嫁に、そうだ。お前も、母さんに、おせちの作り方を教わってやれよ、と言った。しかし、兄嫁は、体調不良を理由に、しばらくはできないと言ったが、そのセリフに、兄が、お前が結婚してから料理作ってるとこなんて見たことねえんだよ。お前が家事をしてるとこも見たことないし。体調不良が理由だなんて甘ったれるな。と、激高した。さらに、兄は、兄嫁が隠れてお菓子を食べているところを見たことがあり。そのことを、兄嫁の前で暴露し。繊細な身体も、こんなにブクブク太りやがって。と咎めたのだ。確かに、結婚前はほっそりとしていたけど、結婚後体調不良もあってか激太りしている。でも、本人にも事情があると思った。両親はやめなさい。と兄を止めるものの、兄の怒りは止まず。とうとう、私と弟も、一緒に兄にガツンということを決めた。ちょっとお兄ちゃん。兄嫁さんは体調悪いんだから、少しは、気を使ってやりなさいよ。と、兄の服がよれよれになるくらいに抑えながら叫んだ。弟も、承知で結婚したんだから、もう少し分かってやれよ。自分勝手すぎるだろと同調した。だが、それも水の泡で、兄は、兄嫁に、痩せなかったり、家のことを一人でできなかったら、今度こそ離婚すると宣言したのだ。すると、兄嫁が泣きながら話し始めた。兄嫁は、マッチングアプリで兄と知り合ったが、その時の自身の体型は太っていたので、プロフィールにあった繊細な女性を目指すべくダイエットを始めた。だが、そのダイエットも相当無理があったので、身体に負担がかかったのは言うまでもなかった。ダイエットは成功し、兄の登録もまだあったので、早速、兄とマッチングを試みた結果、見事に成功した。ところが、結婚してから、それまでのダイエットが仇となって体調を崩すようになった。その時から、兄は、兄嫁と喧嘩することが増えたのだ。体調不良とあったが、それはただの栄養失調であり、それを補うために、隠れてお菓子を食べるようになり、結局、元の体に戻ったのである。兄くん、今まで嘘をついてごめんなさい、と泣きながら兄に謝るも、兄は、よくも騙しやがって、とさらにヒートアップ。
ったが、最後は私を含む家族4人の一括で収集した。こんなにも険悪なお正月なんて人生で初めてだった。後日、兄嫁の両親が兄嫁を連れて実家に謝罪に来た。両親と共に兄嫁も頭を下げられた。どうやら兄嫁は無理なダイエットを話したところ、医師に怒られたらしい。こうしたこともあって、兄と兄嫁は離婚した。兄嫁は実家に連れ戻され、その後どうなったかはわからない。ただ、兄も、兄で問題があることが発覚したので、兄も実家に連れ戻され、母に、繊細な女性と結婚したいなら、それに見合う度量と力を身につけることと優良が下され、母の指導のもと家事を手伝わされている。